So hello and welcome guys, welcome back to my channel. My name is BYGKIN and you are looking BYG channel. はい、新しいアップデート来ました。言った通り新しい裏技です。みんな最後まで見ないので最後まで見てください。最後の裏技は結構すごいので最後まで見てください。正直言うと全部裏技は結構頑張って探すのですごいと思います。はい、僕1週間で1回新しい裏技持ってくるので登録お願いします。じゃあ動画ご覧ください。はい、最初の裏技です。最初の裏技は橋の上に乗る簡単な裏技なんですけど、元から YouTube に橋の上に乗れる裏技上がってるんですけど、それよりももっと簡単な裏技紹介していきます。新しいアップデートできた裏技です。はい、ここ来てください。そしたらもうちょい前に行ったら雪の壁出します。あの新しいアップデートできた雪の壁みたいのあるんじゃないですか。それを出してこういう感じにどんどん階段作って上登っていきます。はい、こんな感じで壁作るんですけど、たまには乗れない時もあるので銃で撃つよりも手で殴って壊してください。銃で撃つより手の方が早いです。こういう感じで上登ってください。そしたら階段をどん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 作っていってください。本当に簡単なので誰でも簡単にできます。こういう風に赤いのはダメなので緑になったらしてください。簡単に上登れます。はい、ここまで来たらまた一回ジャンプしてください。そしたらは橋の上に乗れる本当に新しいアップデートできた簡単な裏技です。まだ YouTube には上がってないで一番最初に上がった裏技です。はい、そしたらミルタリーベースからも結構敵来るのでここにイモるのもいいと思います。はい、頑張ってキールで上がってください。はい、次なんですけど裏技なのかバグなのかわかんないんですけど、ただ友達にマジックだよって冗談もできるのでご覧ください。はい、やり方はすごい簡単です。どの車でもできます。俺がやってる風に雪の壁をこういう感じにしてください。そしたらバギーを結構上行くのでタイヤの前のタイヤと後ろのタイヤのところも雪の壁を乗せてください。はい、そしたら一つ一つ壁を手で壊してください。気をつけることは銃で壊さないでください。弾の無駄です。手の方が早く壊れます。銃よりも一つ一つ壁壊したらこういう感じにバギーが上を空に飛んでいます。はい、これバグなのか裏技なのかわかんないので使いたい人は自分で使ってください。自分によります。僕は使ってくださいとは言わない。後でバグだったらみんなコメントで怒るので使ってくださいとは言わない。自分によります。使ってもいいけど使わなくても大丈夫です。はい、次の裏技です。次の裏技はこういう形の家に登れます。ちなみに場所はミルタリーベースです。はい、新しいアップデートできたアイスの壁をこういう感じに使ってください。そしたら上登れます。ここからは本当に敵をめちゃめちゃ簡単に殺せます。意外と簡単に殺せます。さらにキールでも上がるから使ってください。さらにこの上も登れます。乗り方はこれと同じです。はい、アイスの壁を使ってまたこの上も登れます。そしたら敵をいっぱいダウンしてください。はい、次の裏技です。次の裏技はこういうタワーのこの上に普通にジャンプしても乗れないんじゃないですか。それを新しいアップデートで乗れるようになりました。はい、アイスの壁を使ってこういう感じに登ってください。ここは多分ミルタリーベースで2番目に一番高いタワーです。スナイパー上手い人はここからスナイパーしてもいいんじゃないかな。はい、次の裏技です。コンティーナにあるこのでっかいタワーの上に乗れます。この裏技をせんのは多分初めてだと思います。なぜかっていうと今までこの上に乗れる方法はなかったんです。新しいアップデート規制この上にも乗れることができます。はい、乗り方はめっちゃ簡単です。アイスの壁をこういう感じに上をどん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 乗せていってください。今俺気をつけてるんですけどなんか周り敵いるので気をつけてこの裏技みんなに教えてます。たまにこういう感じで乗れない時もあると思うけどそういう時は壁を壊してください。はい、こんな感じで壁壊したら簡単に乗れます。こういう感じにどん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 アイスの壁を作って上まで行ってください。はい、ここ来たら一回ジャンプすればここに行けます。ここのいいところは敵から絶対にこの場所バレない。ここにいるって思わないからバレない。安心してください。そのアイスの壁は少し時間経ったら消えるので敵にはここにいるって全然バレないから簡単に敵をダウンすることができます。はい、次の裏技です。次の裏技はスクールにできますけどこの屋根の上にプールがついてるスクールの屋根の上に乗ることは今までで
まあ何回かあったんですけど、ほぼほぼなかったんです。本当に簡単に乗れる裏技を今日紹介していきます。こういう感じでアイスの壁作ったら、はい、こういう感じでアイスの壁作ったらその上に乗ってください。そしたら走りながらジャンプしてあっちの方行ってください。はい、気をつけることはジャンプのボタンをずっと離さないでずっと押してください。そうじゃないと下落ちチャンスが多いです。はい、こんな感じでずっとジャンプのボタンを押してこっち側に来れます。こっちに来たらは本当に多分ね、敵をどんだけ持っても敵にはバレないと思う。なぜかっていうと、そのアイスの壁を時間経つとなくなるので、敵には全然バレなく簡単に敵をダウンさせることできます。はい、みんなちょっとでも今日教えた中でちょっとでも1個でもいい裏技あったなっていう方はグッドボタンお願いします。どんどん俺1週間で1回どん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 こういうすごい裏技絶対持ってくるので登録お願いします。登録した方がいいと思います。はい、イラングルだけじゃなくて他のマップの裏技も欲しいっていう方いればコメントお願いします。1週間で1回新しい裏技持ってくるので、そこで他のマップの裏技も持ってきます。もしコメントあればね。登録することは忘れないでください。はい、ということでみんなまた来週。じゃな。